あれ?ここは?おいおい、甲板に戻ってきちまったみたいだな。一体どうなってやがる? にはせいぜいてめえらが役立ててくれや。 海軍に利用された挙句、のたれ死んだ、くそったるな海賊さ。本人なのか。死んだって。それじゃ。てめえらも、日誌である程度、事情は分かってるだろう。いろいろと無念を抱え込んだまま、真剣な熱病でくたばっちまってな。未練のあまり、魂が自我を失ったまま、 現世をさまよってたってところが、このエレフセリアと共にな。そんなことが。だがてめえらがきつい灸を据えてくれて自分を取り戻せた。改めて礼を言わせてもらうぜ。
どうやら時間みてえだな。キャプテンリード、もうお別れなのか？残念ながらそのようだ。おい、漁師。おお、なんだよ。その海図があるからってくれぐれも油断するんじゃねえぞ。あの世で再会なんてことにならねえよ。せいぜい気張るんだな。おお、わかったぜ。アドルと言ったな。うすうす気づいていると思うが、この島は妙な獣どもや遺跡の他にもとてつもない何かが眠っている。俺はそれにたどり着けなかったが、てめえはやってくれそうな気がするぜ。なかなか面白そうな連れが一緒にいるみたいだしな。え？あの、さて、俺は地獄行きだから安らかに眠れるかどうか。てめえらとは時代こそ違うが、この島から脱出を試みた同志に違いねえ。まあ、歯食いしばってなんとか生き抜いてみせるが、それじゃあ、おや、君は